ガンモドキ。よっしゃー、やっとかけらがたまった1850個。よっしゃー、36マスとりあえずね。はい、行きましょう。バチコーン。よっしゃしゃしゃ。はい、ほんで次はね、キャラのオーブ、はい、オーブを交換しましょう。200だからな、結構多いよね、200はね。なかなかないね、このあたり。はい、こちらですね。はい、これ超、あ、行き過ぎ。200でいいのよ、200で。はい、200ね。はい、こちらを交換しました。ヒュアッホー。さあ、52マス貫突いくぜ。オーバーブー。おっと、なに、え、特ブースト弾足りてないじゃん。31個しかないじゃん、特ブースト玉。全然足りてないんだけど。はい、どうも、デビルです。あのね、さっきの動画なんですけど、撮影したのがね、5月の末ぐらいで、1ヶ月半ぐらい経ってね、あの、特ブースト玉をね、やっと、おー、はい、ここまで、貯めることができました。はい、ありがとうございます。やったということでね、こう、みんなには、こんな風になってほしくないんですよ。あれ？これ足りんかったんかい？みたいな感じにね、もうなっちゃう人多分結構多いと思うんで、そうならないように、今回はですね、オーバーブーストに必要なアイテム数と、そして具体的な貯め方についてやっていきましょう！よろしく！まずね、名称についてなんだけど、これややこしいんだよね。もともとはね、この、ここまで、はい、二つ目のね、ブースト特性までしかなかったんですよね。ただ、さらにね、ゲームをやり込む要素として追加されたんですけれども、1年ぐらい前かな、はい、このね、36マス、さらに52マスまでのオーバーブーストが追加されました。このね、36マスも52マスも、どちらも名称がオーバーブーストなんですよ。だから一重にね、オーバーブーストってもうどっちやねんっていう感じになっちゃうんだよね。なんかこれ、例えばさ、こっちはミドルブーストで、まあ、こっちがオーバーブーストみたいな感じで、分けてくれればよかったね。これは多分運営さんのね、ミスかなと僕は思いますね。皆さんはね、他の配信者の方とかはここまで行ったらね、52マス完凸とか言ってますよね。はい、僕の場合はね、解放されたパネル数で言ってます。例えばここだったら36マスとか、ここだったら50マス51マスとか、ここまで行ったら52マスとかね、パネル数での名称にちょっとね、今のところやっている状態でございます。はい、ではですね、必要なアイテム数早速行きましょう。最初のね、このブースト特性の解放ですね、こちらはね、もう見ての通りです。ブースト1の時はそれぞれ攻撃、体力、防御のブースト玉が90ずつ、そして、ブースト玉、これがね、15必要ですね。で、2も一緒です。はい、それぞれこの2のバージョンね、ブースト玉とか、攻撃玉とかですよね。はい、それがそれぞれ90ずつと、ブースト玉も15必要となっております。基本はね、まあ、いつものね、ウィークリーミッションとかチャレンジバトルで集めることをおすすめします。そしてたまに交換所でも来るんでね、その時のアドバイスなんですけれども、例えばさ、この4つがアイテムとして交換所に現れるじゃないですか。優先順位としては、まあ、絶対こちらです。はい。ドクロのマークね、ブースト玉。これをまず絶対最初に優先して交換するようにしてください。なぜかというとね、非常に溜まりづらいんですよね、これね。そして、1よりね、2があれば2の方。はい、こっちのね、2の方を優先するようにしてください。なのでね、その理論でいくと、この中で一番希少価値の高いもの、それは何だと思いますか？はい、こちらのブースト玉の2ですね。特性2の方です。これが一番ね、希少価値が高いので、これを見つけたら、これをまず先に交換するようにしてください。僕もね、2年半ぐらいやってますけれども、まだ93しか貯められてないんですね。はい、他の見てください。かなり溜まってますよね。それに比べて異常に溜まってないのがこのブースト玉特性2なんでね、いかにこの希少価値が分かっていただけるかなと思います。さあ、そして本命ですね。大事なのはここからです。ここからさらに36マス、そして52マスを開けていきます。大前提ね、これね、100レベルにならないと解放されないんですよ。100レベルに99レベルまでね、ここまでいけるんですけど、こっち以降はね、100にならないといけないのでね、さっそと100にしてください。そしてこれまでのパネル解放とは桁違いにアイテムが必要になります。まず36マスまで見ていきましょうか。はい、こちらです。特に、かけらと、このかけらと、あとブースト玉、はい、特ブースト玉ですね。これがめっちゃ厄介です。かけらに関しては星2、星3とかやったらまだいいんですけど、星4、特にフェス限とか超フェスになると、交換所でもね、無課金でやればダメですし、リーグでも落ちてこないしね、といった感じで、もう無課金の方は
ほぼ特訓で集めるしかないんですよね。マジでコツコツやっても1年近くかかります。もう鬼の所業。だからね、もうこれ言ったらいけんかもしれんけど、もう正直僕は中はフェス限とか超フェスのオバブ諦めてます。工場でしか狙ってません。なんかね、3000個ぐらい運よくクリスタルのかけらが溜まったらやったろうかなっていう感じですかね。まあちょっとね、この特ブースト玉後で解説しますね。このね、体力とか攻撃、防御のブースト玉もなかなか無課金の人であれば溜めにくいんですよね。まあ基本ね、これね、チャレバト。はい、チャレバトに落ちているので、これをもう地道にやってください。課金できる人はね、500円とかでね、結構もらえるから、ちょっとね、お昼ご飯我慢して課金しても僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。はい、先行きましょう。52マス。貫突するときに必要なのがこちらです。ここに来てまた厄介なのが特ブースト玉ですね。もう僕ね、これが本当に一番厄介だと思う。はい、先ほどと同様に、ブースト玉3バージョンですね。こいつらがさっきね、36までは150ずつ必要だったんですけど、かなり跳ねて400ずつになりました。これ合算で全て出ているのでね、先ほどの36マス引くこれらという数が52マスになってます。はい、52マスになっていきなり出てきた新キャラがおるね。はい、このオーブでございます。オーブってなんや、もう聞き慣れないわ、もうバウンティーラッシュで。はい、これがなんか200必要って書いてますね。なんでしょうねこれね。はい、このオーブのね、取得方法2種類あって、一つはね、こちらからこのキャラのかけらによって解放するパターンが一つ。これね、100個で1個のオーブをね、手に入れられるんですよね。つまり200個のオーブを得るには2万個のかけらが必要となっております。はい、ありがとうございます。アホか、さっき1850個使ってさらに2万、アホかバカじゃない。ということで、このかけらを使ってオーブを得る人はほとんどいません。じゃあどうやっているのかというと、皆さんこれ使ってますね。クリスタルのオーブ、これがね、好きなキャラクターのオーブと交換できるようになってますね。クリスタルのオーブはまたこれもね、手に入りにくいんですけど、まあ、たまにイベントミッションとかに落ちてたりとか、あとは交換所、はい、そのあたりで交換できたりするので、これぜひ、見つけたら逃さないようにしてください。はい、じゃあ仮にこのね、オーブが200個手に入れられましたとなったとしてもですね、さらにこの特ブースト玉が2700個必要なんですよ。36から52までにね。頭おかしいよねこれ。36マスまでで、はい、これ770個必要で、ヒーヒーここで言ってたのに、またさらに52マスでさらに2700請求されるんですよ。バカだこれ。なんてゲーム、このタイ、やばい。まあでもね、集めるしかないんですよ。じゃあどうやって集めるのかですよね。はい、もうこれ書いてあります。甲羅の交換所です。まあもちろんね、たまにイベントミッションとかにも落ちてるんですけれども、もう皆さん、甲羅で交換されてますね。僕も今日出入りで交換しました。10個の甲羅で10個のね、特ブースト玉で、確かね、上限が10までだったので 10×10 で100個ですね。はい、1日100個手に入るようになってますね。これをね、本当に毎日やるのが大事なんですよね。つまりはやっぱりコーラが大事になってくるんですよ。そしたらだから100レベルのキャラクターをたくさん揃えて、さらにガチャで同じキャラを引いていくことも実は大事なんですよね。新キャラばっかりに目がいっちゃうんですけど、同じキャラが出たといって悲観する必要はないんですよね。やったーって言っていいんですよね。やったーコーラ50個ってね、感じになっちゃうんで。つまりね、僕が何を言いたいかっていうと、ガチャを引きまくれってことじゃないのよ。星4をいかに得られるキャラクターかのガチャを見極めてください。例えばね、はい、こんな今来てる9500万ありますけれども、これ全部、例えば210個引いたとして、最低でもね、星4キャラクターが3体当たりますよね。これ非常にコスパが悪いです。たまにね、100個ぐらいダイヤ使えば、星4キャラ10体は確定みたいなのが、神ガチャがこれあるんですよ。そういう時にね、もうぶっぱしてください。はい、そこでね、コーラをガンガン稼ぐと。はい、そういうことが大事なので、僕のチャンネルではもういかにね、あ、コーラガチャ引いていいよみたいなのは紹介してるんで、ぜひぜひ、その都度ね、動画を見て、判断してください。はい、ここまでで分かったと思うんですが、これ1日2日でどうこうできるもんではないんですね。星4キャラのオバブっていうのは、もうお金をね、いくら積んだからといってすぐできることでもないんです。ただコツコツやるしかないんですよね。だってね、やっぱ1850個かけら手に入れたいとなっても、いきなりね、これもらえる機会なんてないですから、本当にコツコツやるしかないというね、はい、ことは分かっていただけたかなと思います。で、ここからはあくまで僕の所感なんですけれども、正直ね、こう星4キャラのオバブに関しては、特にね、めちゃくちゃ上位を目指すとか、お気に入りのキャラクター、めちゃくちゃ強くしたいキャラクターがいるっていう方以外は、
そこまで目指さなくてもいいのかなと思いますけどね。だってサポートでこの星に星さんのキャラクターで結構十分ねサポートのパーセント上げられるんですよ。はい、今見てるねこのサポートキャラに関してはほとんどが星に星さんのキャラになってるんですが、まあ今ね 166% まで上げられておりますから、まあねここまでいけば十分上位帯で戦えるようなねはいポテンシャルになってくるので、無理して星4キャラのキャラクターをオラーってオバブしなくても僕はいいかなと思います。まあね今回はオバブを目指す人がどれくらいでね、どれくらいのアイテムでできるのかっていうのを一つ参考にしてもらえればなと思って作りました。はい、またね何か困ったことがあればじゃんじゃんリクエストください。はい、ではお疲れ様でした。君はどう生きるのか、君はどう生きるのか、僕はこう生きる、僕はこう生きる。